西方、岩手県出身。東方、長野県出身、鳴戸部屋。これより序二段の取り組みです。気迫が感じられます。さあ注目の一戦です。時間になりました。よし、いい形になりました。おっつける、下手ひねり、なかなか見応えのある一番でした。これで勝ち越し、白星が先行です。西方、奈良県出身、二子山部屋。東方、熊本県出身、小波部屋。これより序二段の取り組みです。両力士気合十分です。さあこの一番は立ち合いに注目です。制限時間いっぱいです。いい形になりました。よく残りましたが、まだ体勢がよくありません。流れが変わった。寄る、寄った、激しい動きです。寄り切った。万全の体勢で寄り切りました。勝ち越しに王手をかけました。ただいまより十両土俵入りであります。はじめに西方十両土俵入り。茂手田、茨城県出身、松金部屋。茂手田、武勇山、愛知県出身、武蔵川部屋。小湯桜、広島県出身、立川部屋。千代栄、佐賀県出身、春日野部屋。若の里、青森県出身、鳴門部屋。オシタンゴ、アルゼンチン出身、日野部屋。水戸泉、茨城県出身、高砂部屋。小室花、熊本県出身、立浪部屋。若隆景、兵庫県出身、松金部屋。大勝之、北海道出身、伊勢ノ海部屋。
兵庫県出身入間川部屋。最後は大分県京都府出身伊勢ノ海部屋。かわって東方十両土俵入り。出羽嵐、長崎県出身出羽海部屋。玉の中、福島県出身旗尾並部屋。五条路、宮城県出身間垣部屋。玉の国、福島県出身旗尾並部屋。北の海、愛知県出身北の海部屋。大塚さん、三重県出身入間川部屋。大志、茨城県出身押尾川部屋。東京都出身旗尾並部屋。秋の州、広島県出身井筒部屋。高見盛、青森県出身厚間時部屋。網錦、青森県出身安治川部屋。琴錦、群馬県出身佐渡ヶ嶽部屋。最後は港富士、群馬県出身港部屋。豊桜、西巡業11枚目、広島県出身、立田川部屋。東方、玉野長、東巡業12枚目、福島県出身、旗尾並部屋。これより十両取り組みであります。これより十両の取り組みです。両力士気合十分です。さあ、注目の一戦です。制限時間いっぱいです。張り手、突き出し。夜桜。ただいまの決まり手は突き出し。突き出して夜桜に勝ちます。豊桜、突っ張りだけで勝負を決めました。一方的な相撲です。大きな一勝です。
西方武勇山西十両十二枚目愛知県出身武蔵川部屋東方五条路東十両十一枚目宮城県出身間垣部屋両力士気合い十分です。さあ注目の一戦です。時間いっぱい胸を合わせる上手投げ五条路豪快に決めました。一方的な相撲です。連勝です。西方若の里西十両九枚目青森県出身鳴門部屋東方玉の国東十両十枚目福島県出身片男波部屋両力士気合十分です。さあこの一番は立ち合いに注目です。制限時間いっぱいです。いい形になりました。腰を入れる押した激しい動きです。踏み込む押し出し若の里激しい押し相撲でした。一方的な相撲です。6連勝です。西方土地栄西十両十枚目佐賀県出身春日野部屋東方草の海東十両九枚目愛知県出身北の海部屋両力士気合十分です。さあこの一番は立ち合いに注目です。時間いっぱい勝ち上げた残ります。耐えています。耐えています。激しい突っ張りです。突き出し草の海草の海突っ張りだけで勝負を決めました。大きな一勝です。西小物
西方友の花西十両6枚目熊本県出身立浪部屋東方押丹路西十両8枚目アルゼンチン出身道の部屋両力士気合い十分です。今日の立ち合いはどうでしょうか。時間いっぱい胸を合わせる腰が浮いた前に出る上手投げ新幹部腰タンゴ豪快に決めました。友の花4連敗です。西方水戸泉西十両7枚目茨城県出身高砂部屋東方玉力道東十両6枚目東京都出身片浪部屋両力士気合十分です。さあ注目の一戦です。時間いっぱい巻いていい形になりました。残ります。激しい突っ張りです。春突き出し玉力道突っ張りだけで勝負を決めました。一方的な相撲です。大きな一勝です。西方大日の出西十両5枚目兵庫県出身立浪部屋東方大塚東十両8枚目三重県出身入間川部屋両力士気合十分です。さあこの一番は立ち合いに注目です。制限時間いっぱいです。作った大日の出巻き落とし巻き落として大日の出の勝ち。なかなか見応えのある一番でした。大日の出一方的な相撲です。3連勝です。
西方大志東十両七枚目茨城県出身押尾川部屋東方秋野州東十両五枚目広島県出身井筒部屋両力士気合十分です。本日注目の一番です。制限時間いっぱいです。いい形になりました。このまま攻め切りたい。攻勢です。苦しい体勢どうしのぐか。いい形です。激しい動きです。寄る、腰が浮いた、寄り切り。秋野衆踏ん張りきれませんでした。これは痛い一敗です。西方若交渉西十両四枚目兵庫県出身松金部屋東方出羽嵐東十両十三枚目長崎県出身出羽富部屋両力士気合十分です。さあ注目の一戦です。制限時間いっぱいです。いい形になりました。残りました。土俵際激しい突っ張りです。張る、耐える、上手投げ、若交渉豪快に決めました。連勝です。西方大塚さん西十両二枚目兵庫県出身入間川部屋東方北勝ち時西十両三枚目北海道出身伊勢の海部屋北勝ち時気合が入っています。今日の立ち合いはどうでしょうか。制限時間いっぱいです。いい形になりました。よく残りましたがまだ体勢がよくありません。突き出し、大塚さん突っ張りだけで勝負を決めました。圧倒的な強さです。大きな一勝です。
西方高見盛り東十両4枚目青森県出身厚間関部屋東方琴錦東十両2枚目群馬県出身佐渡ヶ嶽部屋両力士気合い十分です。さあ注目の一戦です。制限時間いっぱいです。突っ張った、張り手、耐えています。激しい突っ張りです。突き出し、琴錦、突っ張りだけで勝負を決めました。一方的な相撲です。3連勝です。西方大碇西十両筆頭京都府出身伊勢ノ海部屋東方モデラ西十両13枚目茨城県出身松金部屋両力士気合十分です。さあこの一番は立ち合いに注目です。時間いっぱい、頭でぶつかった、激しい動きです。押し倒し、大碇激しい押し相撲でした。一方的な相撲です。5連勝です。西方安美錦東十両3枚目青森県出身安治川部屋東方港富士東十両筆頭群馬県出身港部屋十両最後の取り組みであります。両力士気合十分です。今日の立ち合いはどうでしょうか。時間いっぱい、胸を合わせる、左上手を取りました。
一本背負い。珍しい決まり手です。安美錦豪快に決めました。圧倒的な強さです。港富士、これは痛い一敗です。ただいまより幕内土俵入りであります。はじめに西方幕内土俵入り。琴ノ若、山形県出身、佐渡ヶ嶽部屋。肥後郡、熊本県出身、二本松木部屋。県道郡、アメリカ出身、友綱部屋。栃の花、岩手県出身、春日野部屋。寺尾、鹿児島県出身、井筒部屋。海部、青森県出身、八角部屋。早手海、青森県出身、追手風部屋。大善、大阪府出身、二所ノ関部屋。旭天鵬、モンゴル出身、大島部屋。同期、千葉県出身、高砂部屋。浜の島、熊本県出身、二本松木部屋。琴美、兵庫県出身、佐渡ヶ嶽部屋。浜勝が、愛媛県出身、畑尾並部屋。若野山、和歌山県出身、武蔵川部屋。小結、高校歴、兵庫県出身、二子山部屋。小結、海洋、福岡県出身、友綱部屋。関脇、落合熊、東京都出身、玉乃井部屋。大関、高野波、青森県出身、二子山部屋。最後は大関、武将山、茨城県出身、武蔵川部屋。変わって東方、幕内土俵入り。碧山、滋賀県出身、徳塚部屋。十文字、青森県出身、立川部屋。大金海山、長崎県出身、出羽海部屋。敷島、千葉県出身、立川部屋。
朝の衆神奈川県出身若松部屋琴美月愛知県出身佐渡ヶ嶽部屋安芸乃島広島県出身二子山部屋高野若長崎県出身鳴門部屋小木錦千葉県出身出羽海部屋千代天山大阪府出身九重部屋徳通院長崎県出身徳塚部屋浅野若愛知県出身若松部屋徳州山モンゴル出身大島部屋栃の長石川県出身蓮田の部屋小結び土佐の海高知県出身伊勢の海部屋関脇宮城山茨城県出身武蔵川部屋大関千代大海大分県出身九重部屋最後は大関江島石川県出身武蔵川部屋東方より横綱武蔵丸土俵入りであります。横綱武蔵丸露払い若野山八持ち武双山行司は木村宗之助であります。東方より横綱明けずも土俵入りであります。横綱明けずも露払い浅野翔太刀持ち陶器行司は式守伊之助であります。Come on!
西方より横綱貴乃花土俵入りであります。横綱貴乃花露払い秋の島太刀持ち貴光力行司は木村庄之助であります。西方肥後の海西前頭十三枚目熊本県出身二本松木部屋東方青木山東前頭十四枚目滋賀県出身徳塚部屋これより中入りの取り組みであります。これより幕の内の取り組みです。両力士気合十分です。さあこの一番は立ち合いに注目です。制限時間を迎えました。いい形になりました。よく残りましたがまだ体勢がよくありません。突き出し青木山突っ張りだけで勝負を決めました。一方的な相撲です。肥後の海3連敗です。西方琴ノ若西前頭十四枚目山形県出身佐渡ヶ嶽部屋東方十文字東前頭十三枚目青森県出身立川部屋両力士気合十分です。本日注目の一番です。制限時間を迎えました。引き落とし十文字ただいまの決まりでは引き落とし引き落として十文字の勝ち。
あっけない勝負となってしまいました。十文字、大きな一勝です。西方土地の花西米頭11枚目岩手県出身春日野部屋東方金海山東米頭12枚目長崎県出身出羽海部屋両力士気合十分です。本日注目の一番です。時間いっぱい懐に入りました。右からの押っつけ絞り反撃の形になります。上手出し投げ金海山豪快に決めました。土地の花これは痛い一敗です。西方先頭流西米頭12枚目アメリカ出身友綱部屋東方敷島東米頭11枚目千葉県出身立田川部屋両力士気合十分です。さあ注目の一戦です。時間いっぱい形になりました。残りました。流れが変わった。差しでは左左四つ右上手寄った寄り倒し先頭流踏ん張りきれませんでした。敷島大きな一勝です。西方海部西米頭9枚目青森県出身八角部屋
東方朝の勝東前頭10枚目神奈川県出身若松部屋海宝気合が入っています。さあ注目の一戦です。制限時間を迎えました。胸を合わせる、右上手を取りました。下手出し投げ、海宝豪快に決めました。一方的な相撲です。大きな一勝です。西方寺尾西前頭10枚目鹿児島県出身井筒部屋東方琴光喜東前頭9枚目愛知県出身佐渡ヶ嶽部屋両力士気合十分です。さあ注目の一戦です。時間いっぱい、胸を合わせる、腰が浮いた、前に出る、寄った、激しい動きです。寄り切った、琴光喜万全の体勢で寄り切りました。大きな一勝です。西方大前西前頭7枚目大阪府出身二所ノ関部屋東方安芸乃島東前頭8枚目広島県出身二子山部屋両力士気合十分です。さあ注目の一戦です。制限時間を迎えました。左四つ下手、左を覗かせています。上手投げ、秋の島豪快に決めました。一方的な相撲です。大前これは痛い一敗です。
若の若。西方早手組西前頭8枚目青森県出身追手風部屋。東方高野若東前頭7枚目長崎県出身鳴戸部屋。両力士気合い十分です。本日注目の一番です。制限時間を迎えました。胸を合わせる。前みつが欲しい。釣り落とし。珍しい決まり手です。なかなか見応えのある一番でした。貴ノ若6連勝です。西方東紀西前頭5枚目千葉県出身高砂部屋。東方小木錦東前頭6枚目千葉県出身出羽海部屋。東紀気迫が感じられます。本日注目の一番です。時間いっぱい。顎をかました。突き放す。のど輪攻め。春突き出し。陶器突っ張りだけで勝負を決めました。圧倒的な強さです。大きな一勝です。西方極天鵬西前頭6枚目モンゴル出身大島部屋。東方千代天山東前頭5枚目大阪府出身九重部屋。極天鵬気迫が感じられます。今日の立ち合いはどうでしょうか。制限時間を迎えました。胸を合わせる。上手ひねり。なかなか見応えのある一番でした。千代天山圧倒的な強さです。連勝です。
西方若の山西前頭筆頭和歌山県出身武蔵川部屋東方浜の島西前頭四枚目熊本県出身三保松木部屋両力士気合十分です。今日の立ち合いはどうでしょうか。時間いっぱい引き落とし。あっけない勝負となってしまいました。若の山6連敗です。関脇宮城山茨城県出身武蔵川部屋両力士気合十分です。本日注目の一番です。制限時間を迎えました。いい形になりました。残った激しい突っ張りです。春突き出し宮城山突っ張りだけで勝負を決めました。圧倒的な強さです。6連勝です。関脇小結戦です。高藤力気迫が感じられます。さあ注目の一戦です。制限時間を迎えました。いい形になりました。残ります。激しい突っ張りです。春突き出し
ただいまの日光は突き出し、突き出して高取りの勝ち。高取り、突っ張りだけで勝負を決めました。一方的な相撲です。栃東、連敗です。西方大関貴乃波、青森県出身二子山部屋。東方時津海、東前頭4枚目、長崎県出身時津風部屋。時津海、気合が入っています。本日注目の一番です。制限時間を迎えました。いい形になりました。残った土俵際、春耐える、突き落とし。貴乃波、土俵際の逆転、連勝です。西前頭三枚目、兵庫県出身佐渡ヶ嶽部屋。東方大関出島、石川県出身武蔵川部屋。両力士気合十分です。今日の立ち合いはどうでしょうか。時間いっぱい。いい形になりました。残りました。耐えています。流れが変わった。いい形になりました。このまま攻め切りたい。腰が浮いた。呼び倒し。出島、踏ん張りきれませんでした。これは痛い一敗です。
西方小結土佐の海高知県出身伊勢の海部屋東方大関千代大海大分県出身九重部屋大関小結戦です。両力士気合十分です。さあ注目の一戦です。時間いっぱい両親いい形になりました。残ります。激しい突っ張りです。突き出し千代大海、突っ張りだけで勝負を決めました。一方的な相撲です。6連勝です。大関小結戦です。本日注目の一番です。時間いっぱい両親いい形になりました。残ります。激しい突っ張りです。春突き出し武双山、突っ張りだけで勝負を決めました。圧倒的な強さです。5連勝です。旭秀山、金星を狙います。本日注目の一番です。制限時間を迎えました。胸を合わせる。腰が浮いた。前に出る。寄った。激しい動きです。寄り切り
寄り切って明けぼの勝ち。明けぼの万全の体勢で寄り切りました。3連勝です。朝乃若、金星を狙います。両力士気合十分です。今日の立ち合いはどうでしょうか。時間いっぱい、胸を合わせる、すくい投げ、武蔵丸、豪快に決めました。圧倒的な強さです。6連勝です。本日結びの一番です。玉春日、金星を狙います。今日の立ち合いはどうでしょうか。制限時間を迎えました。いい形になりました。流れが変わった。差し手は左。左四つ右上手。すくい投げ。貴乃花、豪快に決めました。4連勝です。